お疲れちゃんスロットです。今日はサミラーセンド15日目やっていきたいと思います。ということで折り返しですね。で、今日なんですけども、スケバレ型でやっていこうかなと思います。まあ今まではディガーでやってて、まあバルーンとかまあいろいろやったと思うんですけど、まあディガーを抜いてね、スケバレにしました。で、まあこうすると、まあ何がいいかっていうと、まあ、特にはないんですけども、まあなんだろうね。ディガーでちょっと行き詰まってたというか、まあ、勝てたり負けたりだったんでね、ちょっと、まあ、気分転換ってことで、まあ、今日はスケバレかな。まあ、相手が特にウッドとか持ってない相手だと、まあ、よりね、なんでしょう、スケバレ、プリンセス、コウモリ縦戦で、まあ、呪文枯渇っていう風になるよねっていう感じかな。なので、まあ、基本的には、まあ、ウッドじゃない相手とか、呪文少ない相手を引けると熱いかな。さあ、ゴリゴリにファイボエレスピなので、まあ、嫌ですね。エレスピが特に嫌ですかね。さあ、ということでよろしく。これなんて書いてあるの名前。携帯で見るとやっぱね。てか、クララって携帯でやるじゃないですか。文字がちっちゃくて、この、こんだけちっちゃいって読めないっすよね。金網に怯えるモンゴルマンか、みたいな。漢字も読めないし。文字も見にくいし、みたいな。まあ、今回の相手は、ファイブレスピダックピニなんで、ロイの、可能性はすごい高いですね。ああ、もうロイですね。確定のロイです。はい。で、まあ、ロイ J はもともと結構勝率が良かった方なので、まあ、勝ちたいですね。さあ、そしてメガゴ型か。最近はね、ハンター型のロイがいるんですけど、メガゴ型はちょっと特殊ですね。で、ウッドを絶対持ってるサイクルなので、端前で。ああ、え？若っ！ちょっと待って待って待って。反応若っ！まあ、今のは多分若さというか、若さゆえの、端前構えてた速さだと思うんですけどね。今の見てからだったらもう人間じゃない。褒め言葉の方でね。そう、早すぎるんで。これでもうざいっすよね。ウッド使って、ここには、さ、しっかりダークプリンスと LSP。いやん、辛い。まあ、でも、ここは使ったので、みたいなとこあるよね。LSP 使ったので、この小物野郎どもでね、芝居ていこう。いや、いいんじゃない？よし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 。でさ、スケバレは、あとは飛ばすだけ。ひたすら飛ばしていこう。で、これ多分縦の戦士がめっちゃ削る。やばいやばいやばい。また熱い熱い。で、エレキがね、これはまた僕からしたら嫌なんですよっていう。よいしょ。さあ、まあ、ウッドで削りながらの、いや、スケバレがね、意外といい味出してるんですよね。ね、なんか飛ばすだけで、まあ、相手はね、対応しないといけないのと、あと落下ダメージあるのがね、熱いかな、個人的には。まあ、エレキが今回やばいね。なんでエレキいんのっていう。そう、エレキとエレスピいるんで、で、これにはまたエレキもあるんでね。さあ、僕からしたら意外と嫌な。まあでもこれは、トルネかな。てか、今回の相手、あ、ウッド持ってたか。ウッドねんじゃねえとか思ったんですけど、さすがにそれはないね。さあ、ウッドある。いやー、これ、延命してっか、暇だし。延命できるよね。うい。さあ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 、まあ無理はせずにね。無理はせずに。いやー、これ、ちょっとコウモリ出しちゃったんで、スケバレ飛ばしちゃおう。まあ、高めエレキ。よし、いや、でもスケバレ頑張ってんな。またウッドで削って、まあこれを繰り返しながらね。で、削られてもいいサイドに、プリンを出しながら。よしよし。これワンチャンさ、ダブルパンチゲーミングある？いや、あるんじゃない？いやー、いい許容だな。いい許容だ。やばいやばい。許容がね、うまい。いや、でも、さ、そうすると、この縦の戦士がめっちゃ強い。いや、縦戦やばいよね、ガチで。よしよしよし。スケバレの落下で1000ぐらい稼いでる気がすんな、これ。落下ダメ、熱いな。よしよしよし。さあ、まあ、ここはウッドで削りながらかな。まあ、エレキもあるから、あんま無理はできんな。よしよしよし。いいんじゃない？いいんじゃない？で、また後ろから行って、で、ここちょっと暇なんでプリプリ、プリンプリンして、これトルネードで削ってます、実は。トルネで削りながらみたいな。さあ、ここは相手が攻めてくる。あ、待って、やばい、俺の縦線が無能すぎる。これトルネードで削ってます。言いたいだけ。そう、このトルネはね、削りです。
いやー、ね、これはロイが手前に来るけど削りです。よし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 、耐えてるな。オッケーオッケー。もうこうなったらね、トルネートウッドウッドのただの削り系なんで、よし。まあロイジェイを守りつつ、なんだトルネでダメージ与えてるのは大事ですね。しっかりタワーを巻き込んで70ぐらいあるんですよね、多分マルチだったらトルネ。そう、ダメージ結構でかいんで、よし。オッケー。まああとシーズン意外と少なかったな。残り13日、そう12日とちょっとか。いやー8000な、結構怖いラインになってきたっすけど、ワンチャンね。なんかシーズン終盤、本当の最後の最後、なんかシーズン終盤だよ、トラギュー頑張ろうセールみたいなのが来るんですよ。そうで、僕あれなんかたまたま来たもんだと思ってたら、なんか毎シーズン来るよみたいなのを教えていただいたので、毎シーズン来るならちょっとそれでなんかワンチャンね、奇跡的に完走させてみたいなパターンもある。ゴルナイか、あとはもう一個なんだっけ、ゴブドリとかか。よいしょ。一旦今日はスケバレね。スケバレも良ければ、もうなんならスケバレでそのままね、トラゲ行きたい。さあ、またロイかな。いや、ロイ、おーってか、まあスケキンが強いんだよね、結局ね。で、スケブ型だったので、宝石じゃないってことは、マザネクいる可能性は高いよね、ちゅう。さあ、こんにちは、ママ。出てこない。で、ここにいない人は？ウッディ。じゃあ、2周目で行きましょう。いやー、ザッピオくんね。いや、これ、ハミ出ろ！ハミが、まあまあまあ。いや、スケバレ、意外といいな。なんかクローンとかさ、スパーキー系の受けにもさ、意外と強いしね。いやー、で、これはね、ちょっと暇すぎるんで、いきます。で、スケバレ今に行こうかな。いやー、攻め取るならさすがにできんな。怖すぎるな。いや、でもこれ、さてはやばい。スケキン野郎がさ、ガチで強い。いやー、でもここのちょっと早めのスキルは助かる。さあ、ウッドでしばきながらの、ハンターはやばい。いや、ロイジャイはね、出してくれたら全然いいんですけど、これトリトンですね。ロイじゃなくて、絶対トリトンやろ、今の。あーってやばいよね。もうウッド使ったね。ウッド使ったから、攻め時ではある。あ、そう、ロイ自体はね、そんなきついわけじゃないんですけど、流れがきついね。よいしょ。いやー、一発も入らんの。熱い。これ、行ってこい。ファイブで終わっちゃうか。よしよしよし。まあまあまあ。いや、もうごっちゃごちゃごっ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 ちゃ。縦線、殴れ。殴れ殴れ殴れ。あ、つつつ、なんかはみ出てる。なんで？あんだけごっちゃごちゃだとね、熱いよ。さあ、もうロイジャイはね、基本的に縦線で守れるんですよ。それ、きついのは、あいつらっすね。スケキン。さあ、このスケキンがちょっとだけ僕の負け筋ですね。さあ、まあまあ。でも、あとハンターもやばいね。まあ、耐えてこ、耐えてこ。耐えてこ、耐えてこ。いや、めっちゃいいコウモリの位置。飛ばす。いや、これさ、ワンチャンサイド変えた方がいいかな。悩むね。まあ、さすがに右でこのまま行きたい。いやー、これガチでさ、結構渋い。よし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 。いやー、いい防衛してる、いい防衛してる。いい防衛してるけど、怖いよ。マジで怖い。どうしようこれ。助けてほしいな、誰かに。どうしたらいいですか、僕は。一回飛ばそう。いやー、右サイドやだね。じゃあ左サイドか。プリンミラーもね、キックいかれちまうから、ね。あ、めっちゃ強してる。その男の強は。どう出る？やばい。やばい。一発だけ。一発だけね。あ、待って、でも相手めっちゃ許容してる。よし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 。ザッピ使ったね。ってことはこれもう一周いきます。これだって止まらんくね？これハンター正面で受けないと、なんか拡散が飛び散っちまう。うん、よしよし。いや、めっちゃいい。低め。
よし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 、いや俺はこれどっち守る、いやこっちだ、ちょっと待って、いやガチやば、危ない、よく、いや待って、ガチやばい、いやでもダメージ意外と、ダメージ意外と頑張って20秒、いやトリトンやだそれ、よし頑張れ頑張れ、無理やりいけ無理やりいけ、さあどう来る、さすがにこれはコウモリでウッドも使って耐えたら勝ち、耐えたら勝ち、あー、いやー勝った臭い勝った臭い、そのトルネは、てかまあロイ、まあロイなんでね、ロイなんでよ、てかもうロイかロイかなんだもん、同じようなのばっかだな、もうスケキン、スケキン野郎がねガチで厄介ですけど、ナイス、オッケー、今71ね、前回も71いったんでね、こっからですね、こっから負けじと上げていかなきゃいけない、ラバロイぐらいは個人的に相性がいいから、ラバロイは引きたいな。スキラがねー。あ、てかクロスか。クロスさんも引いたらもう、マジで無理。本気で無理なので、それが引きたい。さあ、ユードンってことはペッカか、ジンギ。まあまあまあ、ここはゴーストを出勤起動。あ、待って、やばい、うわ、最悪だ、あぶねー、ずれて、まあ、ノーダメはできなかったけど、まあまあまあ、できた子が。でかい。さあ、ペッカですね。まあ、ペッカは、まあ、6-4 ぐらいで勝ってるイメージがあるな。さあ、ちょっと暇なので、コスト使いすぎぐらいで守ります。あ、で、このサイクルでディガーがないのがちょっと嫌かな。まあ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 。でも、ペッカ工場は、まあ、マザネ、マジアチャとエリキか。がある、ザップもある。が、言うてスケバレちょっときつい方だと思うんで、まあ、スケバレミラーでね、呪文枯渇のピーピー言わせてやろうぜって感じかな。さあまあ、これはね、縦の選手使いたくないからね、トルネで耐えます。縦線はやっぱ工場とか、他に使いたいよね。ああ、いいケツペッカだな、これ。お散歩、お散歩。お散歩失敗。いやー、これでも細工ちょっとやばいかな。いやー、まあいいや、ゴーストは起用できます。大体にニット次第で、もう一回縦線だな。さあさあさあ、まあちょっと痛い。おん、待って、でも右サイドめっちゃ入ってる。なんで？ガチガチガチで。ガチでなんでだ？で、これはちょっと左側に、エレキとかなんかコスト使わせたいの、このミリ残り言うのがたまたまダメージ通らんかなーみたいな。あー、マジチキはうまいね。あ、一発入る。いや、でかっ。それ許してくれるんだ。ウッドすると、あ、このマジアチ最強はでってユニットぶっぱくるんで、もう一回。よしよし。いいやん。ええやん、両方つって。ザップ使ったね。エイケも使ったね。あんたこのスケバレどうやって守るんだい？教えてくださーい。これもう一発いっていいな。大ダメージ狙ってこ、大ダメージ。よしよしよし。許容して。いやー、これトレネでよかったな。まあまあ。よしよし。絶対これ右だろ。右だろとか言ってね、何も守る方法がないんですけどね。危ねえ。いやー、あれれれれれ、スケバレめっちゃいいやん。待って待って待って。来たね。もしかしてディガーよりも勝てるかもしんない。たまたまか。まあ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 、もともと多分勝てないクロスとかに余計勝てなくなったぐらいな話で、いや、それ以外には意外と、よし。いやー、今季ベスト来たっすね、シーズン最高。言うて2000位ね。もう少し勝てば多分1000位とかいけるんじゃないかな。よし。さあ来た。あの敗北を知りたい。知らせてやろう。敗北という名のね。おら！行くぜ！今だ、スケバレ以外にも、もしかしたらね、あるかもしんないよね。この、たまたまさ、スケバレにしたらめちゃくちゃいい感じがあるならば、このスケバレを何かに変えたらめっちゃいい感じが絶対あると思うんですよ。いやー、これはね、前回の動画とかもいつもですね、よく当たります。で、いい試合して、しばかれることが多いですね。三重師ですね。まあ、三重師っていうか、ゴルナイっすね。このゴルナイ、デッキにやっぱでも勝っていかなきゃ絶対取るわかんないので、
さ、あ、エリポン系に行きつくなるな余計。まあ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 言うてね、攻めていこうぜ。風船タイム。風船、いやめっちゃめっちゃ、お、ゴレない、いやガチでゴレない、ガチで強いやつ。あー、いや微妙か、お願い、走ったとか。ふう、まあ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 、いやロイホグちょっと嫌ですね。まあキング起動できてるのは熱いね、ぶっちゃけ。まあ、負け筋はマジで三重視じゃないです、ゴレないです。はい、そこだけでね、ゴルナイのダッシュで縦線の縦剥がされ、プリンもいかれみたいな、それだけちょっと気をつけていこう。いや打っとくら早いな、キングタワーが攻撃してるぐらいのタイミングでいけばよかったですね。いやでも相手これ絶対きついんですよね、どっちかしか止まんない。よしよし、ヒースピか、お前やる、オッケー。いやーマジこれ熱い、いやーまあまあまあ、いや別に全然いい。でこれは許容です、やっぱたまにはね許容していかないと。よしよし、三次子来ねえかな、そろそろ。いやー強っゴーストやべ。いやー待てよ、落ち着け、さあ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 。いやマジスケバレ相手絶対きついからな。いやーまあ言うてこれは美味しく終わっちゃうな。まあこれ近畿とするけど別に。いやーどっちも痛いな、痛いけど許せ。いやーこれどっち攻める、悩むよね。まあ両サイ削っていくしかない。ふう、ハンターハンターやだね、ゴーストもやだね。いやーもう耐えるしかない今。あれウッド2周だから、待ってヒースピガチで強い。いやでも、いやこれワンチャンあるな、ハンター使う、あれを全部耐えればいいんだよ全部ね、これこっからの防衛来るな。うわ来ない、うわ来ないの、やばいなこれ、今絶対来る流れだったのに。うわこうなると結構やばい、耐える。いやー耐えてるだけだと勝てないからね、これでも。スケバレを通す方法ってある、これ。いやー、あーマジで毎回こうだ、三重視。いや耐えるのね、にゃーに。いやー、敗北を知らされちもうたっすね。いやー、待ってよ、マジでね。いつも勝てそうなんですよ、スリマスケッティーヤに。なんだろうね。まあでも、多分だけど、一つひらめいたのは、やっぱ後半に入ると、まあディガーでもスケバレでもなんでも、やっぱダメージが取んないっすね。うん。だから序盤にめちゃくちゃ仕掛ける。結構ありな気がするっすね、パターン A として。序盤に1本落っちまって、後半はどうにか逃げ切るが正解な気もしてきた。じゃないとね、マジできついっすね本気で。
いつもゴルナイのダッシュにしばかれてるイメージがある。ああ、まあさすがにこれは耐える。ガゴガゴのスケブ？わかんない。ガゴ群れ、まあスパーキーかスケラ、まあ二択かなと思います。まあコウムリ、ガゴ群れ、スケブ。小物大量ですってできたな。でもこんなも前当たったな。で前も負けたなこれ。さあスパーキー。いやーこれはスケバレ防衛が意外とね輝くと思うんですよね。狙ってできれば。さあザップ使ったら熱いな。でここにコウムリとか絶対被せてくるから。さあしっかり、あ待ってやばい。まあもう、よしよし。まあまあこれね結局ユニット残るの大事っすからね。来るかな。あーいい位置だ。打って打てねえよそんな位置って思いながらね。さあこれはいや難しいっすよ。ヤズアップ持ってますからね。まあトルネードとプリンとマジで結構積極的に攻めるが大事な気もしてきた。ちょっとうざいですもんね。さあヤズアップ使った。やばい、待って、変なトルネードしてる。痛い。ちょっと待って、流れがね、しぶかいだ。絶対はコウムリだ。よしよし。よし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 、まあまあまあ。悪くない。で、穴埋めで、これ2体行かれたら終わる。2体は行かれないで。よしよし、やばい、倒せ、やめろやめろ、おいおい、ちょっと待って、勝てる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 、頑張れ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 、プリン殴れ、やばい、待てよ待てよ、打ってみろ打ってみろ、待って、ああ待って、耐えて、お願い、やらめ回んないで、え待って、勝てる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 、お願い、落下ダメ落下ダメ落下ダメで、おおでけー、でかすぎる、ナイス69 いやスケバラの中って160もダメージあったんだ。やぶねー、ねね結構あるんだね。下地176か。で、ミラーであったら200だとしたら、マジ、落下ダメは通るだけでね、400近く入るんだ。熱いね。いや、スケバレミラー多分それがね、強かったですね、落下ダメ。さあ、ということで、いやー、まあ、この辺からね、しっかりもっと上げていきたいな。毎回ゴルナイサーシによく負けてるイメージがあるので、ちょっとね、まあ、プレイを変えつつ、勝っていきたいと思います。残り12日21時間、あと870ぐらい。頑張ります。よければチャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。